ボスポロスオーレスクポリス三世の効果。肖像の下にあるファイの文字は、ボスポロス歴520年を意味し、これは、西暦223、4年にあたる。ボスポロス歴、ビチュニア歴、ボントス歴、ビチュニアボントス歴は、紀元前149年から少なくとも497年まで、アナトリア半島や国会周辺で用いられていた記念法。 ビチュニア王国で成立し、ポントス王国やボスポロス王国でも用いられた。ジポエテス一世がビチュニア王となった、西暦紀元前297年10月を起点とし、終分の日を元日としていた。20世紀初頭の一部の研究では、西暦紀元前298年を起源とする説があったが、現在では否定されている。実際にこの暦が使われたことを示す。 最も古い資料は、紀元前149、8年を示す年号が入った、効果である。これは、ニコメデス2世が父プルシアス2世を倒して、王位を散脱した年である。これ以前の効果には、年号の刻印がないことから、ニコメデス2世が王位を手にした事件をきっかけに、このビッチュニアレキが作られた可能性がある。その後、ポントス王み取り立テス6世が、 セレウコス歴を廃止して、ビチュニア歴を導入し、紀元前96、95年までに、テトラドラクマ銀貨を紀元前93、92年までに、スタテル効果をビチュニア歴国印とした。ポントスとビチュニアは敵対関係にあることが多かったが、両者は紀元前108年にパフラゴニアの侵攻を受けて、短期間同盟を結んでおり、この時にポントスに、 ビチュニア歴が導入されたと考えられている。紀元前63年、第3次、ミトリガテス戦争でポントスは、共和制ローマに制圧された。ビチュニア歴が弾圧された形跡は見つかっていないが、ビチュニアポントス属州体制の下では、ローマからもたらされた、記念法が受け入れられた。この地域では、セレウコス歴を含めいくつかの記念法が、並存していたが、 ビチュニア・ポントス歴は使われなくなった。小アジアではビチュニア・ポントス歴が用いられた形跡は豪華にしか見られない。一方で国会北岸のボスポロス王国では1世紀から4世紀に至るまでの碑文にこの暦が使われていた。ボスポロス王国では年をボスポロス歴、月をマケドニア歴で記録していた。最初にこの地域でボスポロス歴を使用したのは ミトリガテス6世の息子ファルナケス2世だった。彼は父の滅亡後しばらくして、ポントスを追われ、クリミア半島、ケルチ海峡に王国を築いた。彼の効果は、ボスポロスで発行されたが、形式は、ポントスのものを受け継いでいた。初めて、ボスポロス王国の効果として、ボスポロス歴を刻んだものが発行されたのは、紀元前17、16年、デュナミス女王の時代だった。 最も古いボスポロス歴が刻まれた碑文は29年、もしくは17年のもので、いずれにしてもアスプルゴスの時代のものである。ボスポロス王国の効果は、レスクポリス六世時代の341年に終わり、碑文も発見されている限りでは497、8年のものが最後となった。ありがとうございます。